高野の5丁目にある朝日公園に到着となりました。では早速この朝日公園ですね、朝日首輪祭りの会場となる朝日公園の方を、見ていきたいと思います。まずは駐車場がありますね、セレパーク朝日公園というところですね。このような形になっていて、24時間の最大料金は350円なんですが、こちらに詳しく書いてますね。21時から7時までが夜間最大で300円、月曜金曜は昼間の最大料金が500円なんですが、土曜休日は、大会なども使われることもあって1300円で指定されています。平日は30分、土曜休日が20分、夜間は終日、21時から7時までで60分で、いずれも100円ということになります。では公園内をですね、散策してきますが、まずはそのグラウンドですね、2面あるんですけれども、その三塁側にある、いわゆる弁当店があるところにあるところにはこうやって、休憩所がですねあります。こうやっていつも、木製ですけれども用意されているということになります。でこちらの方に行くと、ベンチの方もあるということになります。そしてこちらがナイター照明ということですね。で、こちらにはお手洗いの方がですね完備されています。で、またその奥の方に行ってもですねお手洗いがあるということですね。そしてこちらが、野球場多目的、その野球場の正面ということになります。その4階からですね、金管楽器の音が聞こえていますが、こちらが玉葉中学校ということですね。そしてこちらに行くと、ベンチがですね3つあって、こうやって緑が生え揃っている中をですね囲みながら、中学校を右手に見て、そして左手にグラウンドを見てですね、こうやって遊歩道みたい、遊歩道のようなですね散歩道が広がっているということですね。でこちらがですねしばらく歩くと見えてきますが、野球場のいわゆる B 面ということですね。で、こちらの方ですね、ちょうどこの中学校と公園の間の道路がありますが、こちら側に行ってもですね、公園、朝日公園が続いているということなんですね。こちらがテニスコート場ということで、まずはちょっと中学校側の方からですね行ってみましょう。こちらも簡易なナイター設備があってでですね、2面ということなんですけれどもね、もちろん、こちらの方にもお手洗いは完備されているということですね。でその奥、この中にちょっと入っていきますが、児童遊園の方が見えてくることができます。このような感じになってますね、大きな公園のような感じですけれどもね、手前から、幼児用の滑り台、そしてですね運転ブランコ、山形のですね遊具があって、砂場もあります、いろいろとありますね。で、腰掛け用のベンチがですね椅子があって、ここが休憩スペースで、その奥に行くと、こうやってテニスコートの中にはですねこうやって休憩所の方もですね、休憩スペースの方もしっかりと設備されてるんですね。でこちらが広場になります。今ですねちょっと練習されてます、練習されてるようですけどもね、子どもたちがねサッカーの練習しているようなんですが、そうすると一斉の、ベンチも見えるということになって、でこうやって、テニスコートを左に見てこの道を歩いてくるということですね。そしてテニスコート側のですね、周りからですね道路を渡って再び朝日公園のメインの方に戻っていきますが、その左手に行くとですね、まずこちらの方ですが、サッカー用のゴールがですね2つ置いてあります。今日はちょっと、試合用ということで閉めた状態なんですけれども、でこちらに行くと、お手洗いの方はしっかり完備されているということですね。そして夏場だけオープンする朝日プールの姿が見えます。朝日プールなんですけども、正式には朝日御参道フレキソプールというですね面白い名前がついてるんですけれども、利用料の方は大人が400円、16から64歳までが400円、
で子供6から15歳までと65歳以上の方であれば150円で利用ができるということなんですね。ただ高齢者の方と、障害者の方に関しては、証明できるものがないと、大人料金になるということですのでね、こちらは9月1日まで、開場しているということで、9時から午後5時までやっているということです。その、スポーツセンター側になるんですが、こうやって、コンビニがあってですね、そして時計の方が置かれているということになります。そしてですね、こうやって大きな木々に囲まれた中にですね、カップのようなものがですねあります。もちろんベンチには椅子がありますけれども、こういうふうに飾ってあります。そしてこちらが市営住宅側の入り口ですね、正面ということになります。こうやってですね、オブジェのようなものがあって、こちらの方には健康遊具、左手の方には健康遊具があって、こうやってですね、円形のような感じ、これ日時計ですかね、こちらに日時計のようなのが置かれてあるんですね。でこの、市営住宅側のですね、入り口を入ってくると、こちらからですね、朝日スポーツセンター朝日プールの方へ向かうということにしたいと思います。でこちらが朝日スポーツセンターということなんですね。屋外プールはこちらからはないんですけれども、こちらにはスポーツセンターがあって、体育室などがあるということになります。こちらでもですね、朝日区民祭りの協賛としてですね、8月24日にイベントが行われるんですが、体育場が、2つあって、第1体育場は広い方がですね、地下の3階に、で第2体育場の方が地下2階にあるということなんですね。地下の方に、体育室があるということで、見てきたんですけども、ちょっとギャラリーの方がですね、ちょっと席がないというのがですね、ちょっと立ってみながらいけないというのがちょっと、ちょっとリスクがあるかなというところなんですけれどもね。ではちょっと市営住宅の上から、朝日屋外プールを見てみることにしましょう。朝日屋外プールをですね、市営住宅の上の、9階からご覧いただいたところで、朝日公園の中に、戻ってきました。あともここの道をですね、まっすぐ進んで、駐車場の方に行くだけなんですけれどもね、今日は野球大会が行われているということで、B 面の方は練習用として使われているようなんですけれども、ですね、この朝日公園の中にはスポーツセンターがあり、そしてですね、屋外プール、夏限定なんですけどもね、プールがあったりしていますが、でこちらには乗り物系の遊具ですね、消防車と、汽車のですね、遊具があるということですね。そして、右手の方に行くと、こうやって、手洗いと水飲みができる水道が置かれているということですね。そして何よりもですね、こちらは防災のですね、朝日区のですね、避難所の一つに指定されていますので、こうやって、防災行政無線のスピーカー、そして太陽光式のですね、装置も付けられているということになります。ということでですね、朝日公園を見てきたんですけれども、ナイター設備があって、近くには弁当店があるんですけれども、中には自販機もあってですね、このグラウンド、今ご覧いただいてます、ちょっと見に隠れてますがね、こうやって野球にも使われたり、そして、区民祭りのような朝日区のですね、ビッグイベントに使われたりしているという公園ということで、朝日区を代表する、公園の一つということなんですね。朝日区民祭りの会場となる朝日公園全体をご紹介しました。